こんにちは、すみやです。今日は新しい彗星についてです。すごい彗星が太陽に接近しているようです。なんとですね、-5.31等という数字が出てきました。これはね、ステラリウムのシミュレーションでやってみたんですけれども、もう太陽のね、直径のそうですね、4分の1ぐらいまで近づくのかな。こんなに太陽に近づいたら彗星溶けちゃいますよね。大丈夫なのかな。はい、すごいことになってますね。はい、でこれがね、太陽に一番接近するのが10月の28日、日本時間で午後8時ぐらいですね。午後8時5分から6分ぐらいに再接近するようです。これはね、ステラリウムのシミュレーションの画像ですので、実際にそうなるかどうかは分かりませんけれども、このマイナス5.31等の彗星っていうと、通勤者アトラス彗星を超えてますね。ただね、太陽に近すぎてほとんど日本からは見えない感じですね。はい、ですから太陽がね、日食になってくれればよく見えるかもしれませんが、これはちょっと近すぎて見えませんね。まあ南半球に行けばね、少しは見えるんじゃないかという説もありますが、その前になんか太陽に近づきすぎて消滅してしまいそうな感じがしますけどね。はい、大丈夫なのかな。10月28日午後8時5分から6分ぐらいに太陽に大接近するようですね。まさに大接近ですね。でこの後ね、実際にステラリウムのシミュレーションを見てもらいますので、ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。こんなにね、太陽に大接近する彗星ってめったにないと思いますので、ぜひね、再接近した時に見るのは無理だと思いますが、その前後にね、ひょっとしたら見えるかもしれませんので、チャレンジしたいと思います。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えい。 Hey.